やっぱりなんか今日顔丸ない？なんか顔やっぱ丸くない今日。え、太った太った？嫌やねんけど。せーので、さん、はい。今日はマクドナルドの新商品とずっと家に置いているこちらのマギとホップも飲んでいきたいと思いまーす。はい、今日はマクドの商品を食べます。で、今ライブ配信も終わって、ライブスルーで買いに行って、もうすぐ夜の12時となります。やばくない？普通に夜食やねんけど、やばいよね。まあ気にせず食べていきたいと思います。それではせーので、3、はい、いただきまっちょ。うわー、楽しみ。今回のマクドナルドさんの新商品はこの3つ。照り焼きすぎてすみませんのこの激辛照り焼き、黒胡椒照り焼き、親子照り焼き、イエイエイエイ、いつも恒例のサラディ、チキンナゲット、バデリアン、ジオンズ。なんか今回はファントにしてんけど、その理由は後でにしたいと思います。何から食べよう。よだれ出てきた。赤辛照り焼きから食べようと。うわ、すっげー、照り焼きのタレがトゥラトゥラにあるよ。いただきます。うまっ。うわ、めっちゃポテト食べたくなる。うまっ。これやばい、バリうまい。うん、あの赤辛って言ってもしっかり食べやすい辛さなんで、もうほんまあかん、辛すぎるってわけではないから安心して。次、黒胡椒。うわー、なんか黒い胡椒が見えます。こんな感じ。うん、おいしい。うん、もう、あれ？さっきと、あ、ベーコンが入ってるからか。なんか、お肉の食感が違うなと思ったら、中にベーコンが入ってるんや、これは。うん。うまい。なんかお米食べたくなってきたな。なんで？なんで？照り焼きソースがほんまに美味しい。次、親子照り焼き。親子照り焼きはなんか他と比べてすっごいでかいです。なんか分厚さが全然違う。卵もしっかり入ってます。いただきます。うん、うわっ、うまっ。親子照り焼きめっちゃ美味しい。卵とチキンや、なんかチキン南蛮みたいな感じのさ、ほんまになんか鶏肉が入ってる、トーンってバリでっかいの入ってんねんけど。あ、はぁ、あ、うん、これめっちゃ美味しい。満足感が半端ない。ただこれ食べるの結構分厚いから、私口でかいから、あ、できるけど、これ口小さい人多分一気にあって食べられへんと思う。それぐらいほんまに分厚い。うん、うん、これほんま美味しい。久しぶりのマクド最高やねんけど。久しぶりにファンタグレープ飲んだ。甘くて美味しい。今回いつも食うやねんけど、なんかファンタグレープを頼んだ理由は、 TikTok ですごいマクドナルドが出てるよ今。 BTS さんとコラボしてるから TikTok めっちゃ見るんやけど、それでなんかもう頭ん中がなんか紫色があって服も紫着たし、それでファンタグレープも、お、紫を、お、グレープにしよう、紫にしました。おお、それで今回はファンタグレープにしたっていう理由です。紫色、うん、お決まりのサラダも食べる。なんか爆食いしてるから幸せ。今日あんまりお腹空いてなくて、ヨーグルトにバナナとソルベリーを入れて食べてたんやけど、その次のご飯がこれ。
絶対太るやん時間帯も12時、絶対太るやん。動けばええんや、動こう動こう、だから大丈夫や、食べたえるかな。まっ、うん、まっ、今だったらマクドのサラダって私チキンとかなくても食べれるわ、上に何も乗せてなくても。うん、今回ナゲットはマスタードにしてんけど、なんかタルタルとか結構変わった味みたいなのが新メニューでたまに出てるやん、ああいう味めっちゃ好きやねんけど、分かる人おらん？新商品のソース大体うまい。まっ、うん、うん、あー、うまっ、うー、うまい。今日も一日頑張ったからな、しっかり飲んでいいよ。うまっ。いや、これ結構好きやな。みんなが一番好きなマクドナルドの味は何やろな。マクドナルドにさ、チキンなんかあったっけ、もともとメニューに。なくない？なんかあったっけ。あ、ちゃうやん、チキンフィレオってチキンやん、ほんまや。チキンフィレオとか昔食べてたけど、最近マジで食べてないから知らんわ。ほんまや、バイチキンとかあるやん。チキンクリスプもチキンやん。あれ普通にチキンあるやん。なんかポークとかのイメージ強かったけど、チキン普通にあるやん。なんや、間違えたわ。うん、チキン美味しいし、いいな、またチキン食べようって思ってもさ、絶対に次頼むときエビフィレオかフィレオフィッシュやねんな。エビフィレオもエビのプリプリ感めっちゃ好きやねんけど、エビプリプリじゃない？マジエビフィレオ食べたことない人、マジ一回食べてみて、ほんま美味しいから私めっちゃ好きやねんけど。うん、うん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 、卵、うん、こんなに一気に食べてたらなんか大食いになった気分やな。あー、うまっ。夜食にマクドって最高よな。うん、おいしい。ヤンニョムテリヤキチキンみたい。ヤンニョムテリヤキチキン、何それって思うかもしれないけど、ほんまにそんな感じ。あ、なんか辛くなってきたぞ。あれ、急にベロがすごいピリピリと感じます。なんか辛いの溜まってるとこ食べちゃったのかな。なんか山椒の味するな。うん、おいしい。照り焼きすぎてすいません、全然いいっす。もうあとはお風呂に入って早寝よ。最近寝るの遅いからさ、今日は早寝よ。いっぱい食べたら眠たくなってきたな。
完食。ということでね、せーので3、はい、ごちそうさまでした。じゃんじゃん。私的ボリューム満点で美味しかったのはこれかな。すごい夜ご飯に良かった。昼ご飯とかにはこっちが食べたいかな。なんかこっちとかが、これも美味しかった、これも美味しかった。結果どれも美味しい。ほなバイバーイ。お腹いっぱいや。早く化粧を落としてお風呂入ろう。お風呂に入って、あ、の前に片付けしよう。片付け、なっちゃったからやめよう。バイバイ。